お前らみたいなのがいる限り俺は何度でもプレイするはい皆さんこんばんはこんにちはおはようございますということでですね始まりました SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況ということで私ホラーゲームサイレン主人公須田教役の吉田美選です 今回もよろしくお願いします。はい。さあ、ということでですね、始まっちゃいましたけども、おいきなりですけども、私の変化、気づきませんか変化といってもね、髪が伸びたとか、そういうことじゃないですよ。髪切りたいな、そろそろ。ゲームの中のね、異界の中では髪伸びないんでしょうかキョウヤ君僕は <laughs> だいぶ伸びてきましたけども、そういうことではなくてですね、実は、本日から、い、ま、ろ、あ、んなところで言っておりますけども、公式グッズ、なりきり SDKT シャツですね、を着用しております、ドンはい、いい感じですよ、この、わかるかな、この首元のちょっとこう、汗た色、僕、ちょっとこの色とね、そしてね、ここの、 これ分かるアップにして、ね、SDKP×SHOP の方、を詳しくはですねこちらの概要欄の方にも貼っておきますけども、もそちらがら飛べるようにしておきますけど、見ていただくと分かるんですけども、もこのね汗た感じね、ねめちゃくちゃ出来上がって届いた時、時に届いた時にテンション上がりまくりました。<laughs> はい、なので、こちらの方もね7月1日から発売開始しますんで、すねぜひとも皆様。 ご購入していただきそしてですねこれを着てサイレンをねプレイしていただけたらともしくは、えー、レイヤーの皆さんとかですねこれを着てですねぜひともねあの須田京也なりきりなっていただけたらと思いますよろしくお願いしますはいそして恒例ですけどもね楽しみにしてるよ頑張ってっていう方はぜひとも高評価いいねですねそしてあとチャンネル登録もうすぐ1万人目指してますよろしくお願いしますそして今始まったよっていうね 拡散などもツイッターなどでねしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。さあということで、チャット欄の皆様、見えてますよ。江戸さんからね、一大役の江戸さんから、金曜日はね、ちょっと結構いろんなところで多いから、あんまりやらない方がいいよと言っていただいたんですけども、たくさんの方が、ね、来ていただいて、またアーカイブもね、残して見れますんで、ぜひともそちらでもお楽しみください。さあ、T シャツかっこいいですね、ありがとうございます。 1>, 1万人すぐ、いやいやいや、なかなかこの1万というね、壁がありますけれども、はい、頑張ります。ぜひとも皆様なので、まだチャンネル登録まだだよっていう方は、ぜひとも、試しにポチッと、そしてなんかこう、なんかベルマークみたいな、こっちこっちかなベルマークみたいなのがあると、それを押すと、なんかこう、始まったよっていうときとか、動画がアップされたよっていうときに、こうなんかこう、お知らせが来るみたいなんですよ。 なのでそちらの方もねやっていただくとね、忘れてたとかね、あ、今日だったんだとかいう、あとなんかこんなのあったんだみたいなね、情報とかもね、来ると思うんで、ぜひともよろしくお願いします。さあ、頑張りましょうかと言いたいんですけどね、今日のこのステージはですね、学校シリーズなんですよ。本当に苦手。 <laughs> 本当に苦手だしね、毎回言ってますけど、やっぱりね、ホラーゲームとか、ホラーが苦手な人間は、やっぱり学校、廃屋とかね、やっぱり苦手なんですよ。あと、病院ね、夜の、もう最悪なんですよ。だからね、しかも、前回は、あの軍師のタイガー・ハラ君がですね、横にいてくれて、志田さん、ここです、今ですってやってくれたんですけど、その高藤先生のね、 今回はあの就労条件2のところからなんですけど、それでもかなりね、手こずってで、ね、僕、何度も死んだんですよ。それを一人で、しかも就労条件2ということでね、ちょっとね、不安ですけども、いやー、頑張ります。今日もね、赤い水、はい、これ、飲みましてね、頑張りたいと思います。さあ、行きましょうか。時間ももったいないしね。 ちょっとね、あの8月5日までに、一応あの皆さんもうご存知だと思うんですけども、8月5日までにあのジェノサイドエンド、クリア目指して頑張ってるんですけど、ちょっとこのペース、なかなかまずいんじゃないかなと、私、は思っております、はい。なのでね、なるべく頑張りたいんですけどね、プレイ時間は1時間っていうのもあるんですけど、ちょっとね、押し進めていきたいですね。はい。 って思った矢先にこの学校シリーズなんですよ。高藤先生の後、ね、この攻略本ね、サイレンの攻略本あるんですけど、自腹で買った。これを見るとね、学校2連ちゃんなんですよ。高藤先生来て、その後に三浜さんなんだ。これはまずいよ、本当に。今日はかなりまずいなと思ってますけど、ちょっと頑張ります。さあ、ちょっとね、1時間の方は。 タイマーはスタートしてから押したいなと。ゲーム音などね、皆様教えてください、チャット欄の皆様。音大丈夫かどうかね。まずは、ここでしょ。ここからでいいのかな。最後にセーブした場所から、うん。そのまま行ったもんね、前回ね。だから、ここから。はい。 えあれいやいや戻った結局。結局戻るんかいという。ここだよね、高藤先生のね。難しいんだよね。いろんなので勉強したんですけどね。やっぱりたくさんいろんな方のやり方があって。ね、まあ正解がないということなんでしょうけど。これが難しい。これの終了条件2ですよ。 先生、はるみ怖いよ。みんなどうしちゃったの。大丈夫よ。俺も。もう少ししたら校長先生が助けに来てくれるから。頑張りましょう。手を震えてるし。ね、校長はね、先生実は。うんうん、はい。はい。はるみちゃんと学校から脱出。 そして終了2でしてでょう体育館非常口の内鍵を外すはるみちゃんと学校から脱出。はいということで、はい、マップにしとこうね。はい。さあ、音の方いかがでしょうかチャット欄の皆様、音の方いかがでしょうか教えてください。俺も怖いよ、本当に。 タイガー原誰レっていう方はですね、ぜひともアーカイブの方を見てください。はい。あの、僕の軍師でございますね。サイレン店や、えーライ、サイレンのね、公式 LINE スタンプなどを手掛けてくださってる方です。聞こえてる。問題ない。ありがとうございます。よーし。行こうか。行くか。タイム回して行くか。はー。 さあてと今日も皆様よろしくお願いします徐々にね見てくださる方も増えてくれるでしょうさあいきましょうタイマー1時間まずはおさしていただきますスタートはい動いたはいさあいこうあトマトソースさん赤い水剤にありがとう赤い水 飲ませていただきます。そうだね。やっぱりね、リラックス。あの今日もね、もうね、やっぱり緊張しないでするために、もうお風呂も入りましたし、赤い水代いただきます。それにね、やっぱりね、まばたきと呼吸を忘れるんですね。うん、ホラー苦手な人間がホラーゲームやるとね。なのでですね、リラックスしてやっていきたい。まずは はるみちゃんを置いていくんだと。ここにね。ま、だ隠れさせる。あそっちから行くんだ近い。近いのに。隠れたかな。暗くてよく見えませんけども。そして、これね、前回、タイガー・原君来てくれたときは、もうね、駆け抜けたんですよ。でもあれ、結構危ないというのね、もうあって、やっぱりあれはね、慣れてる人。 ができる視界ジャックしとこうね拳銃が一番危ないんですよやっぱりね武器を持ってないんでね丸腰は拳銃が危ないこれまずやっぱこれは危ない、うん、はるみちゃんもやっていきたいなはるみちゃんこれかなはるみちゃんこれ今本読んでらっしゃるかな これはるみちゃんだね多分本を読んで紛らわせてる系のあれ全部はるみちゃんなちゃ拳銃これが危ないそうなのでえー開けてねこれね YouTube を見てね習ったんですけどねこのしゃがみ歩きを すると、彼は気づかない。ほら、今いますよね、右に。恥をしゃがみ歩きすると、彼は気づかないという情報。はあ、よく喋るでしょ。う。これよく喋るとき怖いときです。<laughs> ちなみに、やっぱり丸腰はね、僕苦手なんですよ。 そうそうしゃが抜けねそうしゃが抜けしゃが抜けしようとしゃがみ階段降りね絶対きついこの体勢でしゃがみ階段降りは絶対きついですけど大丈夫高藤先生はそれでここから死人がもう山ほどいるのよ ん、これを検ようあそこにいるあれこいつがとりあえずだからもう見つからずに行きたいよねなんか書いてあったのはさこれ違うのかなあのあ違うっぽいなトイレにね あのトイレに行くしびとみたいなのがいるとだそれはトイレに入ってる間に抜けてれば安全だという噂これじゃないでしょうこれかなこれかあしまった 落ち着きすぎた落ち着きすぎたいやーやっぱり難しくなってるうわー駆け抜けるかいああ今ではなかった今ではなかった無理やん無理だったあーちょっと待って落ち着け落ち着けもう一回もう一回スタートは良かったよそうそうスタートはああいうことでしょまずはるみちゃん よマジでね、ここね、前回もう本当に大変だったんですよ。銃、あとトイレ、たぶん歩き回ってるこれだと思うんだよね。で、本を見てるはるみちゃんはやっとく、あとで校長先生どうせ出てくんだから。 ね、あやヤーショ、ヤーシさんかな今日はリアタイで参加できました。いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。楽しんでってください。そしてチャットの皆様、駆け抜けが案外意外に安全。そうかね、やっぱり。前回のパターンかね。僕ね。 これ走っちゃくさんでですよほらバカでしょ歩けと思ってるのに手が勝手に走っちゃう <laughs> あ,あ走らないとしぶとのタイミング合わなくて逆に難しいそうなんだそうそう走るなと言われたり走れと言われたりそうなんだよ いろんなねやり方があるそれがサイレンですということをみたいです呼吸してあ今だったかな今駆け抜けちゃうか思いっきり見つかったね 違うかな今光ったねピカーンってああ <laughs> 肩打たれたあ肩打たれた勢いで入った肩打たれた勢いで入ったけどこれはちょっとあれかな打たれてなかったことになるのかな お、ちゃんよく来たちゃん勇敢な子供勇敢な子供司法でん海間、ね、ちょっとっ高藤先生の手が怖い先<生>ちょっと一回早く逃げよあれあれあれ待ってる待ってるねこれをまず拾う さあ、さて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 やっぱり駆け抜けちゃったね勢い大事だねうんさーて肩打たれたからそれで鍵を取ったでしょここまではね分かってんのよそしてこっからですよえー、っと結局、えー、あれだよね 体育館に行かななきゃいけないけんだよ。で、この体育館もね、前回駆け抜けてね、ギリでやったんですけどね、これまた新しいパターンもあるんですよ、駆け抜けない方法、そっちを試すか、これってちなみにここからになります、頭からなるんでしたっけ、ここでだめだったら。どっちだったっけな、前回はね、ここ駆け抜けてるんですよ。 そう駆け抜けて今一回これのね今職員室にいるんですけど体育館に行くのにここのここの教室入ってそしたら拳銃がいるからあここからなるんだオッケーオッケーオッケーじゃあ試すかなんかね ここの今光ってる1、年生の教室あるでしょそのひ下ところにちょっとこう廊下みたいになってるんですよ。そこのところに一瞬ゆっくり入ってね、叫ぶみたいなのを押すと、そしたらその拳銃がそこに入ってくるみたいなね、本当に入ってくるのか分かんないんだけど、その間に行くと、歩いて行くと大丈夫みたいな YouTube に。 雪月光さんかなうちのマネージャーもサイレン、レン実は大好きなんですけど、うちのマネージャーさんがね、そのマネージャーさん曰く、いや、その人のいいですよって,って教えてくれたんですけどね、では、そんな風にやってたんですよ。ほんといろんな方のね、見たら、いろんな方の見すぎてよく分かんなくなってね、どれが正解なんだっていうね風になったんですけど、ここからなら一回やってみよう。先生何したの あれ今行けるんじゃないか <laughs> あっ違う違うすごい近かった間違えた暗かった暗くて見えなかった何がいけるんじゃないかだ俺は あ、違った。あ、違った。あ、違った。違った。あ、でも無理くり開けろ。撃たれてるけど、あと一発やばいな。でも。あれ、やっぱ上手い方のプレイだったんだ。中に入ってくるみたいに、今石の中入ったように見えたんだけどな。 ああダメだった駆け抜けかやっぱり俺には駆け抜けしかないのかまだこれができるようなプレイスキルがないああそうなんですうちのマネージャーさんね、たまたまサイレン好きだったんですよああ悔しいまだ僕にはそのプレイスキルはないんだあれ よしここからだじゃあ次はお得意の駆け抜けだドア閉まってんですよねこれねここからだ中央を回チェックしちょっとはるみちゃんもチェックしとこうどうせまた逃げちゃうんだからはるみちゃん知ってんだよ さあ行きましょうあ銃はだから動いてないのかなこれ動いてないんだよねでも向こう向いてる間にスッスッスッシャシャシャだあれなんか電気が光ってる誰かがどっか奥にもう一匹いるのかもう一人こいつ厄介だなこいつがいない間に来たいん あの奥ね2匹に挟まれたらそれはめんどくさいことになるから彼がトイレに入ってる間に入らないのかな止まってらっしゃるけど入る入る入るよし まずはバールまずはバールあ,あよしまずはここまずはここね。よしよしバールを手に入れたよ。こっからですよ、僕はねこの。 のしかできな後ろウィーリー正法ね正法それでこれでね校長が出てくるんですよ皆さんご存知ね校長先生が出てくる変わり果てたでも今回終了条件2なんで 緊張入ってくる中路条件2なんであれなんだよね上,上に体育館の2階に上ってあれしなきゃいけないんですよだから校長を先倒してもまた生き返ってくるということでしょだからあのー、ねっ <laughs> そういうことなんですよ。だから、あの一回、はしごの方に行かなきゃいけないと。これやっぱり、戦えるんだけど、戦いすぎたら、やっぱりまたやられますからね。そしたらまた元に戻るから。校長を倒したら、非常口開けるか、校長を無視し、上のやつを一回倒し。なんかね、僕が見たやつによると、上に呼び込むと、校長先生を。 ほんで上にこう上がらしてる間にみたいなねなそれ何のためにしてるのかが分かりませんけども校長は鍵取らなないい限り動かない拳,銃りょ拳銃ねそうそう校長を無視するこのサケルさんが言ってるね校長を無視した方がいいっていうパターンやってみようか。 これどうせね、これは、はこうなんです。そしたら、パンされた足から、あはるみちゃんなんで動いたの、はるみちゃんさっきあそこに隠れてたのに。で、行かなきゃってなったら、校長ドンです。二段構えなんです、これ。足元からパンされた校長。出てきますけど、 この校長を無視しこいつ来るんですよほら来た、ええ、後ろから残虐に、ええ、オッケーオッケーあ邪魔ですね、ええ、はいそうしたら なんかこの辺で一回校長を呼ぶと間違えたなんで呼ぶのかは分かりません知りませんけども呼ぶとほやこの陰にいると <laughs> はいあーこのね一瞬通れなくなるんだ で、でこれでしょほらはいはいこれいるのかな校長あれ校長校長これこの上で校長倒すと校長逆いってますさあ校長だ校長戦だ 日頃の恨みあっく避けたよっしゃよし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 はぁ、あ、なんで上で倒すのかわかりませんで鍵を拾って ストップはいあの前回よりねあの後ろに下がるやつじゃなくなったでしょ <laughs> ねえちゃんと前で倒せるようになったそうなんかワープするんですってこれこれ不思議なあー集中したそうそうこれワープするって書いてあったんですよこれ何てなのか分かりません さあ、ここからですよ、ここから何をするんだっけってことなんです。はあで、ちょっと一回見させてくださいね。皆さんもぜひとも教えてください、チャット欄でね。まずは今、校長を倒しました、打ち鍵というか、あれもやりました。そして、あの、拳銃がいるからね。 はるみちゃんがどこに行ったかよね。それ見なきゃいけないよね、確か。視界ジャックで、はるみちゃんね。伏線攻略も付箋つけてますよ。今日今日ここやるだろうみたいなところとシナリオ、進行チャートね。これ、シナリオ進行チャート、見えないか。付箋つけてます。えー、っと。 えー、はるみちゃんの視界俺どれでロックしたっけなそれを忘れちゃうんだいつもなあそこ開けてきちゃったからねゆっくりはるみちゃんの視界ジャックすることもできないからな これ誰が鍵閉めたんだろうねこれさっき開けてきたのここかど,どこだハルミちゃんどこ行った やべ、いるハルミちゃんどこ行ったあ、コーチ歩き出したやべあれ、ハルミちゃんどこ行ったあ、コーチ歩き出したあ、こいつら動き出したハルミちゃん やばいやばいややばいやばいいまってまってまってはるみちゃんの視界がどこだトイレっぽいやばいもう挟まれるぞこれまずいですよトイレっぽいなコメント見てるうんトイレト,トイレっぽいねただこれ死人たち来ますよねどうやってるんだどうやるんだっけな そう、トイレの場所はね、分かってるんですよ。この、これね、女子トイレだよね。前回も女子トイレだったよ、奥の。これ、死人がいるんだよね。で、校長も来るんですよ。前回、トイレで校長と、女子トイレで校長と戦うっていうね、ちょっとハレンチな映像になっちゃったんですけどね。<laughs> えっと、拳銃もいるよね。校長、生き返るの早いんだよね、確か。 陽動作戦。陽動作戦はわからないな。陽動作戦。はるみちゃんの視界はそっか。真っ暗だったのかな。その場で校長を倒してから拳銃。確かにその手もあるよね。うん。このままと校長来るね。今歩いてたもんね。もうね。やっぱりトイレで待ち伏せかな。 拳銃がいるからねうやー悩むなーうんトイレトイレには行きたいんだけど多分後ろから校長前には抜けたら拳銃今そんな感じでございます うんやっぱ校長先生かな先にねうん,うん正面の教室に逃げ込むああなるほどね多分ねさっき司会弱したらね校長生き返ったっぽいんですよやっぱ校長やただね ドアが開いてんだよね。だから校っとやってる間に拳銃が来る可能性あるかな。いやー、まい、あ、ったな。駆け抜けで逃げ切れるかどうかっていうのもあるしね。あの拳銃からね。うん。迷うね。ここ迷うな。運命の分かれ道っぽいな。 校長一旦倒すドア開いてるけど大丈夫ですかねあのー、そこの拳銃がいるあたりのとこ拳銃駆け抜け逃げ,逃げられる来た校長 まずは校長だったあ、男子一人の方行ってんなこいつやばい、嫌なタイミングだなやばいなまた校長生き返るなこれもう校長とずっとやり合うことになる <laughs> 校長これ視界ジャックしてるあたりまた校長とやり合うことになる永遠校長とずっとやることになる あの、あいつめ、トイレの方行ってんな。いいか、駆け抜けて、あいつ倒して、はるみちゃん呼んでもう一回倒し、校長倒し。行くしかないか、もう校長と延々戦ってる場合じゃないんだ。今行けるかな駆け抜けるか、お家芸。SDK 本人からの、本気でサイレンドのお家芸、駆け抜けやるか。これ厄介だね。 ここ本当厄介なんですよ行ってみるかでも今いたんだよねあのー、せめてあいつがねトイレの方に行ってないときがいいねもう一人がねほらあいつがいるんだトイレ行くんだ校長見張っとけああ校長校長の復帰が早い やる気満々校長やる気満々この学校を守る気満々校長黙っといて <laughs> 校長寝ててください夜です <laughs> <laughs> 校長早 <laughs> ちょっと赤い水チャージだ違うのよ今日寝た会じゃないのよ俺永遠校長とやり合う気じゃないんですよああ <laughs> ああ校長復帰早いんだよ仕事やる気満々夜だから寝か,寝かしといたああちっくりしよう <laughs> そう時間かけると一生校長とバトルなのよただねもうだからあいつを倒しに行くしかないかトイレ前にいるやつもう仕方がないな銃は一発当たっても仕方がない このままここで校長とやり合ってるよりかよっぽどマシだとりあえず教頭先生にかけ <laughs> うん、うん、教頭って言って校長先生がじゃないのよ <laughs> 一回行ってみよう仕方がないどっちにしたって倒さなきゃいけないんだからね <laughs> タイミング悪いあ叫んじゃったタイミング悪いな。いたよ。あれいたよ。いたけどね。いたけどタイミング悪い。ちくしょう。 次から次へと、次から次へと現れる死人たち。死人ってあれ33人殺しじゃなかった ?SDK。いや、何百人もいないこれ。あれはもうそういう形容詞 ?33 人殺しっていう。SDK33 人殺ししたみたいな。この学校内だけでいすぎじゃないまず。 これまた校長来るんだから。な三33人殺しはどこ行った死ぬほどいるよ、死人。元ネタだからそういうことなんですかまあ、そっか、旅人とかみんな来てるしね。いやー、ちょっと待ってよ。ここでまた校長よ。それでまた銃でしょ。あれ、銃どうするんだったっけな結局のところ。 駆け抜けけ抜て教室に入るんだっ,たっけなこの34年生のとこに入って駆け抜けて抜けて銃が追ってくるんだっけなそれでこの1年生の方から抜けて職員室そうそう噂でね33人殺しうん 今教室通ってゴールまで行きましょう今教室通れるかね視界ジャック一回しとくこれはちょっと視界ジャックしとこうええええ,え何 銃だ銃来てた銃来てたよ銃、もこんな銃に…えいや、変な今、親父ギャグみたいなやつだったえ、こんな動けるの何にも見えなかった、銃来てたの やばいな、ここ見つかってたから来ちゃったって見つかっちゃうよねあれやばいな今日えでこれどっからどっからまさかまさかまさかマジかよー いやーこれきついなここえー、これはきついちょっと待って個室に一回入って警戒といてああなるほどねトイレの中一緒に入っちゃうってことか開けてこないかな見つかってるのに。 いや、バールからっていうかもうその前からですよこれこれがサイレンこれぞサイレン皆さんぜひともやってみたいなと思った方またやりたいなと思った方ぜひともやってくださいお願いしますいやーちくし畜生頑張るよー先生うーんまずはゆっくりと じゃんまず十。十は×ヒロちゃんあなたは三角あとは校長ああいつもやっとこうあのトイレこれだと思うんだ であとは校長でしょ銃はるみちゃんトイレ銃は動かないのかなドツボにはまるよね頑張るありがとうございます頑張ります新エンドはここのノーミスクリアへいやとんでもないね いや今日ここだけなんてそんなわけにはいかないよ、うん、こっちで呼ぶんだっけ叫ぶんだっけ あ、地下、地下。叫ぶ間もなく来てた。叫ぶ間もなく来てた。あれ。なんか動きが。みんなスピーディーになった気がするな、死人たち。 変な戦いになりそうだここからというねこれがサイレンですよはいここではるみちゃんが。 これ不思議なんですよね。一回高藤先生、今のところで、体育館のところに出たと思ってるんだけどね、絵的には。出たって思って、これさっき見たからいいでしょでもいるんで、ここに。でも,もう一回行こうとすると、校長現るんですね。2階で足からパン校長。校長、あなたはもう怖くない私は。そんなことより。 まずはあの人校長はなんかどっか見てるからお尻から目がけてドンドンドンあよしこのあの亡くなられる時さ動けなくなるのやだよねこっちが一瞬この絵シュールだねこの今上からの俯瞰の絵 読んでこれでここを曲がると寝てるしびと彼をもうやる彼をもうやるよしここまではこの動けなくなるときやだよね 鍵を開ける開けましたはい第1戦目校長との第1戦目ですよどこ行きました校長また逆行ってんのよはい来られました校長 校長校長よし校長慣れてきた校長は慣れてきたんだよすいません校長いい先生いい方なんだけどねそしてこれをこれを拾うそしたらすぐに出る ここまでは大丈夫なんですよ一応締めとこうね校長すぐ来るからこれ覚えたよなんだっけ教えてくれた皆さんが教えてくれたクイックなんちゃらさあここで銃はこここいつをどうするあ今あ今はるみちゃんは今はるみちゃんはトイレだったかな はるみちゃんトイレっぽかったですねまたね今ねあれ図書室だった図書室だったうわーはるみちゃん <laughs> やってくれるじゃない図書室まで握れたの2階まではるみちゃんじゃあ1人でなんとかなるかな勇敢だからはるみちゃん勇敢だからなんとかなるかな あー緑十字を探すんだかはるみちゃんやるじゃないやるじゃないはるみちゃん高藤先生困らずじゃないさあ仕方がないどうするどうする SDK どうする高藤先生 上にはトントンがまたいるでしょう。だからまずは上に行って、トントンやり過ごせるのかなやり過ごせるのかなしゃがみで。しゃが抜けでね。だから問題はあの上に抜けるっていうことだよね。あとはやつらが上まで来るのかどうかね。 そんな活動的かな、はあでも校長来るからほっといたら駆け抜けようはいはいはい思いっきり体育館のところにいるんだよねこれこれもうやばいでよこれ。 校長来るぜまたこれ今だあっ校長校長校長,あ,校長あんた早くなってない あなた早くなってますね校長いい加減にしてよ校長光が当たってんなと思ったはいはいはい校長すぐ来るもう生徒と教師思い校長、うん、学校思い のステージはきついよ。どこだっけ？ところで。ところで、しょあれわ。私はどこですか、今。違うね。 いた,かないたよいたよなんでちょっと後ろに下がったの春美ちゃん怖がって助けに来たのにえーみたいなリアクションして <laughs> ここまで先生助けに来たよさあさあてとトンカチ倒してもよかったか 後ろからね、しゃがんでって、どんでもよかったか。いや、今日は苦戦してますよ。これはまずいですよ。あっという間に時間が経つ。えーっと、えー、初めて見てくださってる方、初見さんありがとうございます。詳しくはチャット欄の皆さんのね、あのとか、あとアーカイブ見て、どういう企画かっていうふうに見ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。 ああ、まずいぞ。こっから、また職員室でしょ。これまた校長と戦うんだ。やった。あー倒しとけばよかったな。厄介だな、2匹は。はるみちゃん連れて2匹は。はるみちゃん1回置いとくか。置いといて、視界チェックしよう。大丈夫、大丈夫。待って、待って。 校長…あっ<ー>校長校長どれだろ死<ー>ジャックすること多いなれこれかあちょっ違う校長中にいた<ー>教室内 もうすごいじゃんもう死人だらけじゃん校長のがもうなんか緩くてこれかこれが校長だ登ってくるあ,あ違った校長もう校長違った校長の視界よトイレ入ったのが校長ここ数多いなここの左上校長に行かないのよ これが校長お校長登ってこられたよしここで一気に倒すか違うちょっと待てしてここで待ち受けを呼んで一気や、うんうん あれ校長そんな遠回りするんだ2匹ともやろう2人ともやろう。 校長リアルフェイスこれどうしよう待て,待て待て待てこれ校長にすぐ読みらるぞあいつ倒してる間に待てどうする 待てよあいつが気づいて俺こっちに来るその間に校長生き返る挟まれるはるみちゃん連れてくから駆け抜けれないだろうまずは恋しよう。 大大丈丈夫、大丈夫校長が校長の読み返りの速さたるやこの人異常だねスピードが、うん、あっやばい、うん、素早いこの人素早い来てる来てるね さあ待てさあどうするさあ今二人やったよさあ二人やったけど校長は思いっきり早いんでさあどうするうーん深呼吸さあどうするこっからどうするいやどうしよう校長は早いよ 下行ってでも銃、えー、トイレ行くしびとがいる。よね。ああ、教室経由で職員室、やっぱそうだね、そこだね。十と視界ジャックしとこう、十とトイレ。 え、校長もう今。 トイレが分からんトイレのやつが畜生えー、っと今階段でしょやっぱり34年行って12年生抜けてだなそれしかないけど銃が気付くよね銃はずっとこっち向いてるからね歩けば気づかないかなその姉校長がもうよみがえってたね ちくしょう悔しいチャンネルが合わないんだよねあそうあのトイレに行ったやつ見つかるなら階段登ってきてるにやっちゃったうがいいんだなどうせ見つかるならねはあ悔しい 女子トイレに入るって手間んだけどそこにね行ったかもしれないんだよねどがこれかこれ校長っぽいんだよな違うトイレだ女子トイレ行った間に行こうげしっかり見つかった 包丁来るからね来てる、うんうん、来てるはいはいはい行け行け だけど、<れ>大丈夫かなやったーうわやったって思い出したなんか足りないと思った今日。時計たりやってなかっただからかあーありがとうございますなんか手首が寂しいなと思ったんだうわー長かったなここ いやー長かったなー1時間かかった。はあ、しんどいやーしんどかった。みなさん、ありがとうございます。いやーこれはしんどかったなーナンバーワンだな。今んとこナンバーワンだな、これは。ここはちょっと と今日一個もいけないかと思った。あ、KK さんありがとうございます。校長攻略おめでとう。次回もよろしくお願いします。いやありがとうございます。あやびしーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。いやーちょっとこれはしんどかった。皆さん、やるとき気をつけてください。ぜひとも。ここは積みます。ここは、だいぶ調べても、調べただけじゃやっぱりね、見るのとやるのじゃやっぱり、えらい位置がありますよ。リッツカさん。 おめでとうございます。ありがとう,ありがとうございます。とももさん、おめでとうございます。ありがとう。校長先生にまずみんな要注意。本当に20秒、体感はね、10秒だね。うん、体感は10秒でね、すぐもう起き上がってきます、校長先生。仕事熱心なんで。タナトスオワコンさん、お疲れスパチャ、ありがとう。ありがとうございます。校長先生は10秒です、体感は。 はい、クッキーおじさんさんしのダくん SDK ねナイスクリアありがとうございますいやここはしんどいわごめんなさいみんな時間かかっちゃったすいません馬マボブさん難色料お疲れ様ですありがとうございますごめんなさいたくさんの方見てくれてるのにちょっと結構時間かかっちゃいましたあれ今俺セーブしたっけ セーブだよねあーちょっと待って悔しいなーこのまま終わるのはああドキドキして楽しいよありがとうございます嬉しいそう言ってもらえるとねいやーやってる甲斐がありますいやーしんどい ジャックのロックの仕方ね、本当にちょっと数が多くて、どれがどれなのかっていうね、まだちょっとそこが理解できてないんだよね。いやー、悔しいよ。ちょっともうワンステージ見たいというかさ、次、宮浜さん学校でしょ。このまま学校か。ちょっと今、どれがやってんだろう。一回、時計見ていいですか。うわ !2 分50秒。 2分55秒あと2分55秒でしたいやー悔しいなーいやー時間かかるとは思ってたけどここいやーまさかこんなかかるとはなうん 分かった、よし、ちょっとね、今日は金曜日の夜ってこともあるし、もうワンステージ行きましょうか。っていうか、行かせてください、もうワンステージ。はい。せっかくね、たくさん来てくれてるし、皆さん。ただ、ちょっとね、一瞬1時間やったので、ちょっと休憩いただいてもいいですか。一瞬、お手洗いなどね、えー、ちょっと休憩いただいて、もうワンステージ。あのー、 よかったらおお付き合いお願い願しますちょっと悔しいんでこのまま終わらせるのはねはいそうしましょうそうさせてくださいなのでお,お時間許す方はぜひともお付き合いよろしくお願いしますちょっと泣きの泣きのというかもうワンステージ美浜さんあのそこがステージクリアできるかどうか分かりませんけどちょっとね僕も悔しいんでやらせてくださいお願いします では一度ちょっと休憩挟みます。休憩の間ちょっとじゃあ、せっかくなんで、こちらをご覧いただきましょう。どうぞ。では後ほど。 役の何さんでしょうか。マキオ系宮田次郎役の三沢隆太でございます。<laughs> はいということで、あのねあれなんです。あのケイナさんに対してっていうわけじゃ全然ないんですけど、結構あのゲーム実況中に暴言というか、はい、あの <laughs> このこんなね土の場所に来てるのにヒール脱いでくれとかね。<laughs> イイもう 一個やっぱり気になっていて、はい、その、ほむらなぎぶんぶんまるさんはい、はい。はいはい。ほむらなぎぶんぶんまるさんっていうのは、もともとどこから現れたんですか。<laughs> <laughs> いや、あの、いや、もう、これも完全にあれですな、非公式。ですねはい、はい、あ、そうなんですか。はい。いや、ちなみに、これ、あの、よもだはるみでいいんですよね。よもだ。あ。 しゅんかいどっちですかのじゃなくて大丈夫ですよねこれよ方だはる一応オフィシャルではよ方だはるみさんでいいですね、はい、質問させていただきたいんですけど <laughs> あなたは何役の何さんでございますか だよ沖田役のはいということでどうどう本日の生電話ゲストは、はい、サイレン2沖田博ろ役りゅ三さんですいやすごい昔のさ、うん、サイレンの記憶がさ、うん こうなんか脳みその片隅からさ脳みそって表現がちょっと面白いけどもねだってあれですよ「サイレン2」は来年15周年ですって15周年うん記念すべき「サイレン2」がね15年も経つんですねそうですよ早いですよはいえっと私が演じさせていただいた矢倉いちこちゃんはうん 歯科医研亀石の中学2年4組の詳しいすごい詳細すごい <laughs> はい14歳、うん、中学2年生でうん、うん、2>, 2年4組2年4組所属の生徒番号444番の、はい、そんな細かく出てるんだ詳細はい <laughs> そ<う>さすがサイレンだね <laughs> すごいですよそうねはい <laughs> ちなみにあの SDK プロデュースの SDK って あの須田京じゃないですからねえ違うんですか違います違います何なんですかあれはあの篠田くんです <laughs> だからあの別物なんです SDK とはあそうなんですそうですここよくねあの勘違いされる方がいるんですけどあ,<ー>あれ篠田くんですあなるほどね、はい、富山さんとか佐藤さんがよく篠田くんって呼んでくださるじゃないですかああ、はい、あのイメージですよす、ね、うちのあれだ あのうちのチャンネルと一緒だうちもさ NGC っつってんやあ,あれ何なんですか ?NGC ってあの元はニコニコ動画で作ってたチャンネルがニコニコゲーム実況チャンネルだったわけははいはい,はい、はい、あそれで NGC だ,だったわけだだけど今はツイッチとかでやってるからニコ動さんではないですよね,ねそうだからね NGC はニコニコゲーム実況チャンネルではないんですよじゃあダメな変えましょう。でも、はい ゲーム実況チャンネルだから。<laughs> いや、それ無理くり感あるな、<laughs> 俺の志野学君より無理くり感ないですか。そう、実はなんとです、ね、皆様、本日六月二十一日はですね。雑賀先生のお誕生日でございます。<laughs> おめでとうございます。りゅうさんとエトさん。江藤さん。はいはい。 えー、その当時あの最そうサイレンの最初が出るか出ない出たぐらいの時にはいはいはいあの劉さんの別荘にツーリング行ったの俺バイク乗ってるから劉さんの別荘っていう響きがパワーワードですねなんかライブそうパワー <laughs> 楽しみにしてますあのお楽しみに <laughs>、うん、以上です <laughs> ありがとうオンラインイベントって形になるけどハード僕らは一緒に会えるから、はい はいぜひともね、一緒に会って、またいろんなトークしましょう。そうですね、もう本当に詳しいトークしましょう、うん、あのゲームについて、あの、まあのまいろいろ、金星とか、そうだね、いろんな話しいプロミス、ThisismyPromise。This is my promise. えーと、2回入りイベント2020年、あの不安でしたけれども、やるということなので、とにかくみんなの拡散をしていただいて、みんなで盛り上げていきましょう。真面目な コメントですいません。いえいえ。ということで。<laughs> ええー。最、はい、のゲスト、本日のゲストはですね。宮田次郎牧野契約、三つ、はい、の牧野さんでした。ありがとうございました。感謝した。ありがとう。<laughs> ありがとうございました。お,お気にです。 ああもしもし、はい、ただいま戻りました、休憩明けでございます、ちょっとね、本日は悔しい思いをしたので、見ていただけましたでしょうか、休憩中、CM ということで、CM というか、まるまる、イベントのね、8月35に行われる、オンラインイベント、いかえり2020の告知動画を、まるまるお見せさせていただきました。 まだね、知らなかったっていう方もいるかもしれませんのでね、そんなイベントはあの豪華、超豪華メンバーでやりますんで、ぜひとも、7月から詳細はね、出しますんで、ぜひとも、えー、遊びに来てください。遊びに来てって言うのかな、オンラインで。ね、なんて言うんだろうね。見てください、ぜひとも。お願いします。あ、ももさん。延長戦、嬉しいです。頑張ってください。いや、ありがとうございます。ちょっとね、頑張らないと、これは、 つけてきましたよよしこれがなかったんだ赤い水チャージもしてただいま帰りましたさあといっても次も学校なんですよね <laughs> なんで次も学校なのここは大変だね、はああさあ玉木さん無理しないでくださいね赤水代どうぞありがとう。 いただきます。ありがとうございます。さあ、やるか。雲でしょ、次は。もう行ったのあ、もう行ったんだ。さあ、行きますよ、皆さん。はあ、深呼吸。リラックス、リラックス。お願いします。さあ、宮本さん。<laughs> 締められたねもうや変だよこんなのいやすごいキック <laughs> それを技に使えませんかそのキックを10プラスそのキックでいけませんか美浜さん クモなんかそのキックで一発じゃないですかもうヒールキックヒール履いた靴でキックダメですかさあ、てとまずは地図だとにかく僕もこれ調べたんですけどもあのもうクモがワンサカとクモシビトがワンサカということでね ただ、雲シ人は階段を登れないっていう弱点と、あとドアを開けれないっていう弱点があるんですって。うん、あるんですってちょってと、みんな知ってますよね。<laughs> あるらしいので、とにかく、一回、その雲の視界をジャックして、こいつ 上からも来るっあしっかり結構見つかったなあ、何匹あ、あれえどこにいた今弾数があるんですよどこから登ってきたこの蜘蛛の糸みたいなやつか横の 書いてる。書いてるよ。あ、何匹雲いるか調べとけばよかったな。 こいつやべこんなとこで何匹いるのあれそこにもいるあれこれたま間に合わないね。 とにかく一回出ようやばいね隠れよういやこんな球数間に合わないい,いくつあんだここはゴリ押しだったのか今んとこ犬くもまた早いんだ校長ほどじゃないでしょ ちょっとあの弾をねどこで見れるんだっけうわーこれあと6発しかないってことですか僕6発でいけるやっぱ体育館で拳銃使ったらアウトかうわー駆け抜けた方がよかったかなるほどねやっぱ弾を使わない方がいいんだここは弾は拾えないからね まあ、一回どういうステージかというね。<laughs> 一度、やっぱ初めてだから、うん、一度、あと12発ってことか、6×6 足す六。ここは走って、行って、ジャックして、うんうん。まあ、リトライって言うてもあるんだけど、どっちにしても初めてなんだよね、どっちにしてもね。 初めてやるんで、うん、自由にあればいける。まあ、それ信じてちょっとね、さっき悔しい思いしてるからね。とにかく、何をするかと申しますと、ちょっとここで攻略本だ。美浜さんは何をするんですかっていうことなんだけども、 攻略本によるとうんああここにある今ちょうど入ったとこにある何かを取らなきゃいけんあなんかあるの 小学校の連絡用プリントが落ちている。星を見る会のプリントがアーカイブに通過されました。なるほど。ちょっとね、落ち着くために一回、あのー、星を見る会のアーカイブを見てみよう。こういう時はね、やっぱりいいね、一回落ち着くのが一番いい。どれだってこれか。一度、いきなりですけど、星を見る会のアーカイブを見てみよう。 星を見る会のお知らせ。羽生田村小学校三百333年に一度す。333だよ、出たよ。須田京也の、ね、あの時三33時、33分。彗星がやってくる。星空の素晴らしさ。宇宙の不思議に触れてみよう。日にち、2003年。2003年8月2日なんだ。 時時時間8時から11時半結構遅いね。場所織部文庫校庭持ち物双眼鏡筆記用具懐中電灯、うん。なるほどね。なんかこれあれだよね。はるみちゃんだよね。ひらがながいっぱい並んでるとよ ちょっと逆に読みづらいってなのありますね、これね。ひらがなが全部だと逆に読みづらいってなのあるの熱いちょっとエアコン下げよう。春道のための会、うん。この次の日が取り込まれた日なんだよ。ああ、なるほどな。校長はこれを許可してくれた良い人。いや校長はいい人ですよ、うん。ただね、復活が早いっていう。 校長ととのファイトをたくさんせざるを得ないっていうね。<laughs> なるほどね。こいで、なんかこれここだって書いてあた。これでしょこれが奥に何か落ちているが見える。これが拾わなきゃいけないってことぞ。 雲かもう雲だらけだねうわ雲だらけだねまた引っかかってるしこれは雲じゃないねこのかり、この高さは <laughs> ああ拾うためにコンパスをねなるほど そのコンパスを探しに、私は今,今からどこかに行かなければいけない。これ本当に、でもあれですね、あの、攻略本とかなかったら何が何だかみんな分からないんじゃないですか、これ。何も見ないでやった人ってどうやってやったんだろう、これ。見たって分かんないんだから。<laughs> 見ても分かんない。ああ、なるほど。一回。 出て左にある1年生の教室に行くと。ここにね。これで通って、抜けて、上に行くと。あ、出たこれブレインがいるね。そういうことだね。ああ、そうだったっけな。 なんかせっかくこ YouTube とかで皆さんのいろんな方の見させてもらっても覚えてないんだよないっぱい見すぎてそれがまずいんだよなね見てもわからないんですよこれブレインを倒した方がいいんだよね確かねだから一回抜けて上に行かなきゃダメなんだでブレインを倒すとあの前みたいにあれですよね 他の死人も雲とかも一瞬静かになるその間にああなるほどコンパスを取る、はあ、ブレイン用に弾を残しておかなきゃいけないなやっぱり無駄打ちはできませんな 一匹いるんだよとにかく歩くかしゃがむで究極のえ見つかった <noise> あ見つかってたちくしょ,ょっしょこれだ。 あいつだあちくしょうわ雲地獄どこ行ったやだぜ追いかけっこまたよっ地獄 無視無視ーあっ、うん、あ間違えた。ーあ<ー> <laughs> ああコンパス見えた一瞬あなるほどねーなるほどなあ結構 結局、しゃがんでも見つかったら意味がないということか。なるほど、なるほど。はい、なるほどね。あそこで締め入れても結局、球が足りなかったね。うん。そういうことですね。だから、やっぱり体育館からは球を使わずして、行きたい。 だから電気をなるべくつけずにでも歩いてても見つかったら走ればいいかあ見つかった駆け抜けだな雲目悪いみたいな情報なかったっけ目悪くたって見つかったら一緒ってことかなもうどんどん行ったれ 追いかけっこだ三浜さんの体力が持つかここなら土じゃないからヒールもいけるだろうあじゃあつうわ邪魔だねあれできないあちこし すごい邪魔なとこで死んじゃったな邪魔なとこで死んでるよ邪魔なとこで死んでるよあ中に入ってきちゃったよでも無視してリロード知らない知らない <laughs> さっきどこでしびとくに見つかったんだっけな 見てる気がするこいつがどこを見てるときに行くのが正しいんだこれかあ間違えたよし とは一気に行ってあのブレインを倒したいよ。 チックショー。なんだこいつ。悪魔来た。全然死なねえの。悪魔来た。 止まったねそれで今のうちにさっきのこれかはいはいはい一回閉めとこう何があるか,分かるさこっからですよ コンパスを取ったこれ取ったらまたあれですか例のごとくまたあのやっぱダッシュシビトが蘇がるえーっとこれだえー取って私は次どこ行くんだっけダッシュして えっと、えー、2階が1階へ行って、さっきのところか、あの鍵を拾う鍵を拾、うわ、なんで拾いにかなきゃいけないの拾って、またここは学校から脱出 <laughs> むずいな、これは。えー、拾って1階、鍵と、あ、鍵取ったらよみがえるんだ。ありがとうございます。 はい、鍵を取ったら蘇ると。で、いきなり私、あのドアのところで雲をこっち側に入れてしまったんで、めんどくさいことになりますね。<laughs> 絶対そういうことですよね、あれはね。うんうん、あーで、この通用口ってところに行くんだ。あーなるほど。一回抜けて、鍵を取って、蘇ったあの雲だね。鎌数的に行けるかだね、これで。 うーん、仕方がないダッシュだ三浜さんダッシュ あ、もう疲れるのが早いんだ美浜さん疲れるのが早いのすぐ疲れちゃうモデルさんあのなんかヨガとかされあそこにいるんだよねさあ問題ですあそこにいるドアの入り口にいる雲はすぐ生き返るでしょうか 生き返るよねうん多分もうすぐ来るよねここぞとばかりに行きますよねうわーせっかく今日は新しいグッズのね T シャツこれ着てやってんだから頑張りたいよ SDK たるところ見せたいですよ皆さんに雲が すぐ銃構えるしかないかね。やっぱりそうですか。あ、校長が、あのね、さっきのね、ブレイン校長があんな姿になりましたけど、あそこで復活するから復活するんだ、雲は。そうか、雲復活早いね。なるほど。じゃあ、道順覚えたほうがいいな。出て、左の教室、また、左斜めのとか入って、右に行って、抜けて、左まっすぐ。 だよねちょっと今この状態で戻したらまたあれだから時間があれだかもしれないからねちょっとここは攻略本の地図を見させしていただこう三浜さん三浜さん三浜さんそうだね出て左の1年生のとこ通って34年生のとこ通って階段横の通用口左側の鍵を開けて入る <coughs> よし ダッシュで逃げ切れるかどうかだな体力回復させてもリロードさっきしたようなうんリロードついてないもんね今ねほらねパンパンやねよしじゃあ今晩使って駆け抜けようとにかくで雲来ちゃったら撃とうで突き進む 器用だねー。駆け抜け駆け抜け。あっ。宮本さんぶつかってる場合じゃないですよ。鍵。 <Okay? S 2> ーどうだい取り返した最初に時間かかった分ありがとうございます皆さん一瞬くるくる急にくるくるしたけども戻るかなこの時間でくるくるするんだ金曜日ねあっった戻った。 ああ、ありがとうございます。嬉しい。これは、KK さん、延長お疲れ様でした。ありがとうございます。これは嬉しい。いやあ、その前ね、高藤先生のとこ苦労したんで余計に嬉しいですね、これは。ああ、すいません。ちょっと皆さん長くなりましたが、えー、クリアの瞬間固まった。で、ね、でも戻りましたかね。僕の方では戻ってますけども。 あのリロード、リロード違うな、なんだっけそれはサイレンだ。あれしてください、ぜひとも。戻ったと思いますんで。クリアの瞬間にね、なんか時空が歪んだね。あー、しい。これは、皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげだ。ここで積んでたら、あ、更新、更新してください、ぜひとも皆さん。もう戻ってますよ。大丈夫ですよ。あ、ミケさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。 あー、ちょっとこれは嬉しいなー。あー、セーブ忘れないでしょ、こちょっと苦労しましたけど、あ、馬曝さんありがとうございます。サクサクできた。延長良い,よいよ判断でしたね。おめでとうございます。ねーいや、本当はもっと早く行きたかったけど、やっぱりこっから一筋縄ではいかないですね。やっぱり、うん、徐々に難しくなってるなっていうのを実感します。はい。 えここまで皆様、えー、SDK お疲れさまとかあの、ナイスクリアと思ってくださる方は、ぜひともチャンネル登録、まだの方、そして高評価、いいね、励みになりますんで、よろしくお願いします。そしてね、今日金曜日のこの深い時間にやらせてもらっちゃったんで、アーカイブで見てくださる方もたくさんいらっしゃると思うんで、えー、と拡散をぜひともよろしくお願いします。コメントももも励みみになりままますす。のででお願いいしとととこ勢ね、ちちょょっっっ本当はもうたたかったけど、まあ これがサイレンかやっぱり徐々に難しくなってるな長い時間でしたけどちょっといつもより、ね、長くなってしまいましたが皆さん本当にありがとうございましたいやう嬉しい次は今日やかな頑張りがいがあるよそしたらやるよ知花さんの実験見てると久しぶりにサイレンや,やりたくなったあ 嬉しいその意見が一番嬉しいんですよ、ぜひともね、サイレンやりたくなった、そしてサイレンをもう一回ね、詳しく知りたくなったっていう方がね、一緒に夏、やっぱり、イカ入りがありますんで、一緒に盛り上がれたらいいなと、そしてこれからもサイレンをね、一緒に盛り上げていけたら、嬉しいなと思いますんで、お願いします。ちょっとね、こんな下手くそですけど、あのー、ねジェノサイドエンドに向けて、頑張りますんで、皆さんもよろしくお願いします、これからも、ぜひとも。 力を貸してくださいサイレン大好き嬉しいねーあー攻略もだと標準とかそうかまあでもちょっと今ねここ結構大変でしたけど抜けきれたんでしかも苦手な学校だったんでねちょっと頑張りたいです次あ1万人まであと90人そうですか嬉しいよろしくお願いします励みになりますこれをね まずは1万人というのを目標にして、みんなでね、あのサイレンを盛り上げていいいきたいですはい、もう20年近く経っているゲームですけども、こうやってまだみんなで一緒に盛り上がれるっていう、そして新たにねあの、サイレンを好きになってくれた方、いろんな方のゲーム実況の方とかのおかげだったりとかね、サイレンのもともと魅力のおかげで、10代の方やとかね、あのその当時、サイレン知らなかった方もあの、サイレンをね、すごい好きになってくれてて。 僕も嬉しいですなので、とにかく盛り上げていきましょう。はい、そのねあの力の一つに、魅力ですけど、慣れたらいいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。そして、8月35は非公非公式イカエリイベント2020ね、ぜひともお楽しみに、オンラインですけども、えー、盛り上げていきたいとは思ってますんで、皆様、よろしくお願いします。 あーいやー、ちょっとこう、達成感というか、まだ全然、ね、クリアまでは時間ありますけど、まだまだ先ですけど、ちょっと今日はあは、延長という判断をしてよかったなと思います。最後、赤い蜜で締めたいと思います。あー、皆さん、本当に、今回もありがとうございました。また次回、お会いしましょう。以上。 ホラーゲームサイレン、主人公、須田教役の篠谷光哲でした。ありがとうございました。それではまた。じゃあね。